もミスタードライですけどね、今回はこちらでございます。はい、ということでなんかたくさんの更新がやってきましたんで、ちょっとねいろいろ見ていきたいと思います。まずはですね、これリアルタイム対戦旧震災というのがやってきていまして、これが10月に開催予定でございますと。で、野球版がとうとう正式にリリースされるということで、これね終わってなかったらしいですね。しかもこの旧震災っていうのはなんなんやろ、セリーグとパリーグのアイコンがあるんで、ちょっとよくわかんないですけど、まあこれがね10月にやってきますということで楽しみにしていきましょう。そして2つ目ですね、リアルタイム対戦のピックアップスカウト、こちらの方がやってきましたと。後でねこちらの方は紹介していきたいと思います。そして3つ目、タイムスリップ第5弾が登場しましたということで、メンツの方はねちょっと渋めでございます。ただしですね、今回のタイムスリップは20年目に S ラン確定、しかも40年目に G チーム確定と、さらに50年目以降は A ランクの G チーム確定ということで、狙い撃ちをわざわざ待たなくても選手を極みにすることができるという、結構純正民からすると熱いガチャとなっております。ただしね、この時期はもうすぐグランドオープンもやってきますんで、球団によってねおすすめするかしないかっていうのはねまた後で紹介しようと思います。そしてさらにアニバーサリーの選抜総選挙が始まりました。アニバーサリーというのはね、まあ対象選手限られているんですけれども、この中で選ばれた上位1位2位の人がアニバーサリー第1弾第2弾で登場するということで、皆さんの意見が反映されるという素晴らしいシステムでございますので、こちらの方全て紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでまずはリアルタイム対戦ピックアップスカウトから紹介していきたいと思います。これ来るんおそらく2回目ですね。各球団リアタイで強い選手がピックアップされているということなんですけれども、ぶっちゃけね強い選手は半分ぐらいしかいませんということで、早速選手見ていきます。1回目3回目5回目が S ランクピックアップ選手1人確定、6回目以降に捨てたら全てピックアップ確定ということなんですけれども、まずねヤクルトサンタナさん、こちらの方はかなり強いです。超広角あるんですけれども、外野手だったらねちょっと他の選手の方が強いっていうのはあるんで、個人的にお勧めはしておりません。シリーズもしかしたら強くなる可能性もなきにしもあらず。そして2人目阪神マルテさん、こちらの方がピックアップされるのはちょっと予想外でしたけれども、まあラインドライブのプルヒッターなんですけどね、結構強いですよね。で、今回一番当たりとなってくるのはこの高梨さん。高梨さんが欲しいがために引く人もね多いんじゃないかなと思うんですけども、シリーズ2はおそらく弱くなるんで、高梨さん持ってないとはここで引いておくんはありかもしれません。ただしね、まあこの時期のピックアップスカウト、そしてタイムスリップっていうのは本当にね完全移行のタイミング近づいていますんで、あまりおすすめはしておりません。なんでどうしても欲しい人だけ引いてください。で、カープが坂倉さん、坂倉さんも強いですよね。で、ドラゴンズライデル・マルティネスさん、かなり強い。で、横浜ベイスターズロメロさん、ここはちょっと渋いかな。で、オリックス杉本さん、シリーズ2からねちょっと弱体化すると思うんで取っておくのはありです。で、ロッテは増田さんですね。今年から高速進化に変わってるんで使いやすさが変わっております。で、楽天ソン・チャーホンさんと、まあまあ強いっす。で、ソフトバンクバンドさん、個人的に結構打ちにくいピッチャーです。で、日本ハム近藤選手、西武ライオンズ山川選手と、山川さんはねおそらくシリーズ2で強化入ると思うんで、ここで取っておく必要はないかなと。だからリアルタイム対戦ピックアップスカウトは本当に高梨さんぐらいかな。高梨さん欲しい人以外は本当にスルーでいいと思うんで、無理しないでください。続いてタイムスリップ第5弾の選手見ていきましょうか。ヤクルトスワローズドバシさんですね。こちらの方がミートが称号で A 可能ですと。で、守備適性が裏捨てがかなり低くて、特殊能力もかなり渋い感じなんで、本当にね純正味以外はスルーですね。続いて阪神片岡さん、片岡さんもミート A が可能で守備適性は結構いい感じですと。で、チャンスラインドライブあるんで阪神ジュースの方は結構おすすめします。で、目玉はですねジャイアンツ内海さんでございます。こちらの選手が確定で取れるっていうのはタイムスリップ第5弾かなりいい感じですよね。内海さんは本当にね猛者の方でも苦戦するぐらい強いピッチャーなんですよ。まずは制球がデフォルトで A 乗っていると、さらにこのスクリューの変化量5に加えましてスライダーが2つある、フォークがある、 D カーブがある、さらに超体ピンチコントロールということで、特殊能力と球種のバランスが最高級に強いんですよ。なんで本当にね内海さんは確定取れるっていうのは本当強いんで、欲しい方は全然引いていいかなというふうに思っております。リア対戦はもう内海さんだけのために引いてもいいかなと思います。続いてカープ東出さんですね。懐かしいですね。僕が小学校の時めちゃめちゃ活躍しとったミート A でグラウンダーと、守備適性はいい感じなんですけれども少し厳しいですかね。で、ドラゴンズ落合英二さんです。僕の予想が的中して登場したんですけども、能力が渋すぎる。まずは制球 A 一点型ということで制球型オンリー、さらにですね球種が B 球種以上一つもありません。しかも先発もできないんで中継ぎ抑えのみと、
これやったらね、もう祖父江さんとか谷本さん使った方がいいかなと思いますんで、これはさすがに純正民の方でもスルーしてもいいんじゃないかなと思います。もう落合英二ファンは引いてくださいって感じですけれども、それ以外の方はマジで無理する必要ないです。で、横浜ベイスターズ伊能さんでございます。こちらが結構強いんですよ。2番目に今回当たりの選手ですね。まずはですね、スライダーとカットボールある。さらにスプリットツーシーム。そして超大ピンチあるんですよ。このコンビネーション結構珍しくて、まあ沢村さんとかに似ている能力になってくるんですけども、横浜純正の人からするとね、結構必須級かもしれんぐらい強いですね。はい。続いてオリックスバファローズ村上さんでございます。こちらの方が去年か一昨年までね、ドラゴンズのバッティングコーチをしていたんですけれども、ショートの守備適性が特殊で B に乗ります。ただし捕球外風なんでかなり厳しいと。で、特殊な時も厳しいんで、あまりおすすめはしていません。続きまして、ロッテ岡田さんでございます。こちらの選手は本当に守備で有名な選手なんですけども、弾道グラウンダー、守備適性が85、しかもオール積極と、さらに守備職人も持っていますんで、マジで守備固めやったら間違いないかなと思います。続きまして楽天久保さんでございます。こちらの選手が元ジャイアンツにおった選手かな。デフォルトの能力がねかなり厳しくて、球種も厳しいんであまりおすすめはしていません。続いてソフトバンク大道さんでございます。こちらの選手がミートが称号で A 乗りますと。まあちょっと TS5 段はね渋い選手が多いですね、特に野手。続きまして日本ハム金村さんでございます。こちらの方がもしかしたら全道地可能なのかな。B 級種以上もありますんで、まあ純正の人はリーグ目線で取ってもいいかなと思います。ラスト柿内さんですね。こちらの方が弾道パワーヒッターでパワー A 乗りますと。で、守備適性もそこまで悪くないんでいいんですけれども、プルヒッターパワーヒはねあまり僕はね使いやすくないんでおすすめはしていません。ということでね、タイムスリップ第5弾説明していったんですけども、20連目40連目で確定あるんで、宇都宮さんと伊能さん、だから横浜純正とジャイアンツ純正の人は熱いかなと。それ以外の人は本当に無理しなくていいんでスルーでいいかなと思います。続いて最後にアニバーサリーの総選挙見ていきましょうか。はい、ということで最後にアニバーサリー選抜総選挙のお話をしていこうかなと思います。これね、イベント走っていてチケット集めて自分で投票することできるんですけども、12球団ね、どんな選手に入れても構いませんと。ただしね、選択できる選手は限られていますということで、僕はですね、今回ドラゴンズね、今んとここれ高橋宏斗さんが1位で、まあまだまだね、順位たくさん動いてくると思うんですけども、私は今回全てライデル・マルティネスに投票入れようかなと思っております。ライデルさんね、もう日本に来て5年目ぐらいかな、結構活躍していますし、素晴らしい成績残しているんですけども、未だにアニバーサリー、タイトルホルダー、セレクション、特別リアリティで1回も出たことないんですよ。そんな無双しているライデルさんをぜひサイン入りのかっこいいね特別リアリティで皆さんで手に入れようじゃないかということで、今回私は全部の投票をライデルさんに入れますんで、ライデルさん欲しい方、もしくはね僕のファンの方は、ライデルさんに入れてください。本当によろしくお願いします。皆さんでライデルさんのかっこいい写真を手に入れたいですよね。ということで僕はライデルさんに投票します。まあでもどうですかね、ネオさんがあったら多分1位になってたんですけども、ネオさんがね選手の選択肢にないということで、高橋宏斗さん、岡林さんあたりが人気になってくるから、もうビシドはほんまにええわ、何枚おんねんマジで。ということで今回は僕ライデルさん応援しますんで、皆さん投票よろしくお願いします。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。今の時期は本当にねエナジーはあまり無理して使うべきではないかなということで、本当に純正の方、球団によっては、タイムスリップ回そうと言った感じで、僕は今回はねスルーさせていただきます。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。